ただいまやっていきましょう。風来期五木ルートですね。やっていきましょう。ということで、姿をくらました五木を探していくという感じですね。まあ、周湖に来ました。彼女と出会った第三展望台だ。ここなら、きっと。いない。ここなら絶対にいてくれる。俺は祈るような気持ちでやってきたのだが、いない。いつきちゃん、ここじゃないのか。俺はここで、いつきちゃんと出会った。突然カメラのフレームに飛び込んできた彼女。ハッとする綺麗さと、どこか寂しそうな横顔が印象的だった。反射的にシャッターを切ったあの一枚から、俺たちの時間が動き始めたんだ。俺は、いつきちゃんと過ごしたこの数日間のことを思い起こしながら、彼女が現れるのを待った。いつだったか、いつきちゃんと俺が恋人同士に間違えられたことがあったね。恋人同士に思われて驚いた。あ、その、はい。ごめん、俺なんかの彼女だと思われたら、いつきちゃんの不本意だよね。思えば、あの時、同じ摩周湖の展望台で、俺とカップルに間違えられた彼女の頭の中には、何が思い巡らされたのだろうか。ああ、そういうこと、葉山先輩。いえ。頭の中に様々な覚えが、狂来しつつ、俺はじっと、彼女が現れるのを待った。俺は展望台の柵にもたれかかって、辺りを見回してみる。あの時と、初めて出会った時と、同じ光景が広がっている。行き交う観光客、いくつかのカップル、そしてカメラ片手の単車乗り。あの時と違うのは、俺の心の中が荒れていることだけだ。いつきちゃん、どこに行ってしまったんだ。そこでじっと待っているのが、もどかしいぐらいに俺の心は乱れている。たった一人の女の子を見つけられずに、こんなところで立ち尽くしている自分が情けなかった。くそ！柵にもたれかかりながら髪の毛をぐしゃぐしゃとかき乱す。あいつが死んで以来、俺は自分一人でなら何だってできるぐらいの力をつけた大人になったはずだった。なのに俺の、この無力さはなんだ。自分のことだけやれたって、女の子一人、助けられないんじゃ、男をやってる意味がないじゃないか。俺は、あの子を助けてやるって言ったのに。自分の無力さを痛感するこの感覚。大切な何かを、失いゆく恐怖と、不安。大切な、何か。俺は、ハッとした。俺は、また、前輪を失ってしまうのか。大切な相手を、なくしてしまうあの恐怖を、俺はもう一度、味わわなければならないのか。ひっそりとした、おかんが、足元に忍び寄ってくる。俺は、じっとしていると、胸が押しつぶされそうだった。このまま待っていては、彼女に会えない。失ってしまうかもしれない。そんな予感とともに、既視感ともつかない嫌なものにせかされて、俺はこの場を離れた。ここにはいなかった。第一展望台へ行ってみるか。そっか、こういう感じで回ってくのか、順番に。第一展望台、浦摩周っていう感じで。神の声池もかな、近場的には。今まで行ったところを回る感じなのかな。阿寒湖とか、美峰峠とか、そこら辺も行くってことか。こっちは相変わらず混雑していて、おまけに広い。慎重にあたりに注意を払っていないと、すれ違う可能性も高いだろう。俺はあたりを見回す。だが、
そこにいつきちゃんの姿は確認できなかった。マシューコで出会ってから2週間。たったそれだけの時間だけど。視界の中に探している姿が見当たらない。今、彼女が俺にとってかけがえないものになっているのを痛感する。いつきちゃん、どこに行ったんだ？こっちにもいない。この広い展望台では、下手に一箇所で待っていてもすれ違う可能性が高い。それに、この場所は人が多い。今の彼女の心境には向かない場所だと思える。そうだ、裏魔衆は、俺たちが再会したのだって、そうだ、約束もしなかったのに、あそこでまた会えたんじゃないか。よし、裏魔衆だ、きっとあそこなら。どうなんだろうな、攻略サイト的に言うと、なんか3つ選択肢が前回のパートで出てたけど、全部回るって書いてあるから、そういうことなんだろうけど、ちなみにね、このゲームね、てかこのルートね、バッドエンドもあるらしいんでバッドエンドもあるらしいんで、まずはバッドエンドを回収しようかなってちょっと思ってます。それを回収して、その後トゥルーエンドっていうか、イツキエンドを見る感じかなっていう気がしてますね。はい、俺たちの再会した場所、裏魔衆展望台なら、ほんと BGM 良すぎるよねこれBGM 超いいよね、なんかもうクオンの絆っぽさがあるけど、クオンの絆で BGM 担当してくれた人がやってるのかな、そんな感じかな。クオンの絆も超 BGM 良かったもんな。俺はバイクを止めて駆け出した。ただなんかたまにガサガサクオンの絆 BGM にわざとノイズが入ってるのなんか気になったけど、でもあれはアーカイブだからだったのかな。ここでもダメなのか。彼女はとうとう見つからなかった。ここが一番可能性が高いと信じて待っていたのだが、すでに日が傾いてしまった。ここは俺と樹ちゃんが偶然再会した場所だ。初めて彼女と出会った時、別れ際に彼女がこう言ったんだ。またマシューコに来られて会うことができたら、その時は私を写してください。その後俺たちは再会し、その約束の通りに俺は彼女の写真を撮り、思えば俺たちの旅はここから始まったのかもしれない。だからここへ来れば再び会える、わけもなくそう思っていたのだが、いつきちゃん。やがて暮れてゆく空のもと、マシューだけが雲をかぶっていた。観光客もほとんど姿を消して、辺りは静けさに包まれていく。こんなのってさ、嫌だよな。まだ始まったばかりじゃないか、俺たちの旅はさ。彼女が抱えているもの、俺はそれを取り払ってやりたい。その上で一緒に大切な何かを探して二人で旅をしてみたい。自分勝手な考えかもしれない、それを十分承知の上で、でも俺は彼女の力になりたい。彼女の最高の笑顔をこの手で写してみたい。このままじゃ彼女は笑ってくれない。このままじゃ。戻ってくるしかなかったのか。夜のしじまが辺りに満ちている。眠気は遠く、俺は全く眠ることができなかった。結局今日はいつけちゃんを見つけることはできなかった。仕事も当然といえば当然すぎるほど全くダメで、一切何も書く気力も起こらずに、わびこにつくなり
全身の力が抜けてゴロリと横になってしまった。いつきちゃん、どこに行ったんだ。いつきちゃんのことが気になってどうしようもない。こうして横になっていてもじりじりと焦燥が胸を焦がし続けている。だからといってこんな夜中に探すのは効率が悪いだけではなく、彼女に会える可能性も低い。夜のしじまがあたりに満ちている。今日は特に静かな夜だった。その静けさの波間に何か聞こえたような気がする。あ、いや、気のせいではなく、確かに何か聞こえた。なんだ？声？女性の泣く声！俺は慌ててテントの外に飛び出すと、そこには、あ、いた。あれ？全部回るんじゃない？いた。いつき、ちゃん。テントにほど近い、木のそばに、うつむいたいつきちゃんが、じっと立っていた。俺の声に気づいて、あげた顔の頬を、いくつもの涙が流れ落ちた。いつきちゃん、大丈夫？どうしたんだ、一体。俺は急いで彼女のそばに歩み寄る。そして、いつきちゃんの肩に手を置く。え？が、その手は何もつかまなかった。幻を見たってこと？そこにいたはずのいつきちゃんの姿がすっかり消えていた。誰もいない。これは、いつきちゃん！あ、夢ってこと？テントに戻ってる。夜のしじまが辺りに満ちて、俺は真っ暗なテントの天井を見つめていた。自分の汗に背中の辺りがひやりとする。夢か。俺は大きくため息を漏らす。けれど、それは完全な夢には思えなかった。きっと、いつきちゃんはどこかで泣いている。俺は、彼女の力になりたい。一人で苦しみを抱え込んだ、彼女の力になりたかった。心の底からそう思う。彼女が、俺の夢のために必要不可欠であるように、俺もまた、彼女の人生に、不可欠な存在になりたい。夜は、静かに、老けていく。俺は彼女がいつ来ても困らないようにテントの入り口のジッパーを少しだけ開けておいた。明日も朝から探してみよう。そして伝えてやるんだ。もう君は逃げなくていいんだって。俺が力になるからって。俺は力強く思いながらゆっくりと目を閉じた。浅い眠りのまま夜が明けて朝が来た。よし、行こう。こうしている間にも彼女は悩み傷ついていく。少しでも早く見つけ出して力になってあげたかった。それに昨日の夢も気になる。きっとただの夢ではない、そんな確信があった。彼女はひどく悲しんでいる。少しでも早く見つけ出す必要がある。彼女の心の傷をこれ以上大きくしないために。そして今それができるのは俺しかいない。いつきちゃん、俺がすぐに行くからな。待ってろよ。きっと彼女は、ああ、そうなるのね。じゃあチミケップ行こうか、順番に。どうなのかな、こいつきちゃんはどこにいるのかな、こういう時って。っていうか、いつきちゃんってどう、え、7年間どうしてたの。家にも帰らなかった。親戚の家で親戚の人が黙ってくれたのか。そういうことか。こっちでいなくなったっていうので。でも警察動いてるのに黙ってる親戚がいる7年間も。
さすがに。さすがに7年は長すぎるでしょ。1ヶ月2ヶ月それがあるかもしれないけど、てかその場合って親戚の人も誘拐に問われるの？保護者に黙って本人の意思だとはいえ家を貸してたというか家に住まわせてたってなると、警察も動いちゃってると誘拐になりかねないよね。まあ被害届を出さなければいいのかもしれないけど、うん、彼女と初めてタンデムで走って、最初に立ち寄ったのがここだ。こんな人気のない場所で交通の便もない場所だけに可能性は薄いけど、あたりには誰もいない。それでも日の光にしぶきをきらめかせながら水は流れていく。人に見られるために流れているんじゃないと自然が無言で語ってるみたいに思える。なんだか自分の居場所はここじゃない気がして、もしいつきちゃんがここに来たとしても同じように思ったんじゃないかと感じて、俺はこの場を去ることにした。ここじゃない、チミケップへ行ってみよう。どこにいるのかな。どこにいるっていうか、衣食住をどうしてるのかなっていうのがやっぱちょっと心配になっちゃうな。こんな、でも親戚の家に戻ってる可能性が一番高いのか。戻るべき場所はあるんだもんね、そういう意味では。うん、ここはいつきちゃんの提案で来たんだ。途中のダートで彼女に負担をかけないように慎重に走ったのを覚えている。ほんの数日前だってのに、なんだか昔のことみたいだ。二人が一緒だった記憶が急速に過去のものに変わっていく。変わっていくのが俺にはとてつもなく恐ろしく思える。彼女を乗せていないバイクの軽さが背中に感じる寒さと一緒になって寂しさを後押しする。ひつきちゃん、俺、早く会いたいよ。このまま過去の思い出になんてしたくない。チミケップは相変わらず静けさに包まれている。まるでここだけ時間の流れに取り残された場所のようだ。ここにもいないのか。目の前の景色は彼女と一緒の時と何も変わっていない。それを見ている俺は無意識に被写体を前提にした構図を頭の中に描いてみる。君がいない。ただそれだけで同じ景色もこんなに色あせて見えるよ。俺、写真を撮るってことがどういうものなのか、親父が何を写して新工程に入賞したのか、今少しだけ分かり始めている気がするよ。もし俺たちが心の一部でもいい、本当に通じ合えたなら、君も同じように俺がいない景色を寂しいと思ってくれているのだろうか。誰も来そうにないな。まだ時間も早い。もう少し移動してみよう。どこに行く？チミケップの近くって他に何がある？どこに行くつもりだろう。神の子池はさすがに遠いよね。マシューコの近くだもんね、どっちかっていうと。釧路はもっと遠いもんな。それで言えば釧路湿原は、こうあれかな、クオンの絆でこう俺が構築したメモシステムを悪用して右側に地図を出した方がいいのかな、これ分かりやすいように地図を出した方がいいのかな。説明書に載ってるんだよね、地図が。このゲームで行くマップの地図が、それを出しとく方が皆さんには分かりやすいかもね。てか俺には、まあ、俺は変わらないんだけどさ、それ見えないし俺には。チミケップとは打って変わって、ここは観光客の数は多い。もっとも展望台への道は一本しかないから
探すなら展望台の入り口まで待つのが正解か。え、これどこ？いや、あの木ならどうだ。俺は思い立って足場に展望台へ駆け上がった。一気に階段を駆け上がったせいで心臓がバクバクいっている。だけど展望台に彼女の姿はなかった。あの木は。ここで彼女は自分の名前の由来を話してくれた。いつか大きく優しく育ってほしいと願って両親がつけてくれたって。でも私は本当はこの木のように優しくはないんですよ。あの時の彼女の言葉の意味、不意に見せた寂しそうな顔、その裏にあった悲しみはやっぱり親友夏希さんとの問題だったんだろうか。7年前の時間の謎は残るけど、まず間違いなく彼女は夏希さんの親友の時坂いつきなんじゃないだろうか。あの優しくて柔らかい存在感を持ついつきちゃんが大切な親友と大好きな先輩をなじって喧嘩別れをした。自分にとって最も大事な相手を同時に、それも自分の嫌な姿をさらけ出して失った。そのままの状態で7年、彼女の時間は一番辛い思いをしたその日から止まったままなんだ。彼女がバシューコにこだわっている、いや囚われていたっていうのも、そう考えると話の辻褄が全て合う。辛い思いを抱えたままずっと耐えていて、ようやくそれを忘れようとし始めたから、そのきっかけが俺だ。痛いなことを彼女は言っていたんじゃないか。なのにそんな矢先に俺が記事にしたばっかりに、この傷をえぐってしまったんだ。もしそうならその責任は俺にある。何としてもひつきちゃんを探し出して、もう一人で悩まなくてもいいって伝えて励ましてやらなくちゃ。それができるのは俺だけなんだ。ひつきちゃん、君は一体どこに。激しい焦燥感に駆られながら、俺は思いつく限り探し回ってみた。阿寒湖を経由してコタンにも立ち寄ってみた。だが彼女の姿はどこにも見当たらないまま、やがて太陽が西の山へと沈んでいった。ダメだ、見つからない。マシューコ以外はあまり知らないって言っていたから、俺と二人で行ったところぐらいしか心当たりがないのに、どこに行ってしまったんだ、いつきちゃん。今までずっと暮らしていた場所に帰ってしまったのか、それとももう北海道にはいないのか。俺が探せる手がかりがある場所はもうあと一方面しかない。もしそこにいなかったら。俺はだんだんと薄くなる手がかりに焦燥を覚えながら枕元のパソコンに手を伸ばした。とりあえずメールだけはチェックしておかないと。何か来てるかな。あ、またいつ来てるみたいだな。このメールはもしかして、先輩から来た。いつきを救ってください。葉山達也、はじめまして、葉山達也というものです。増田夏希さんからお話を聞きました。あなたが今一緒に旅をしている女性が時坂くんに間違いないと分かり、とても複雑な気分です。実は私はカヌーサークルにいたこともあり、アウトドア好きなので以前からこのジャッジメント7は拝見させていただいていました。そこでいつきくんの写真を発見し、慌てて増田さんに連絡をしたのも私です。ですが増田さんから詳しい話を聞いた今でも、あの写真の女性が時坂くん本人だとはちょっと信じがたい思いです。しかしそれが真実本当なら、
ならば、あの日から私たちが7年間思い、悩み、願ってきたことがようやく叶ったと思います。何の縁もゆかりもないあなたにお願いすることではないのですが、どうか彼女に私たちの後悔の念と、今でも友人として待っているとの思いを、どうかお伝えください。よろしくお願いいたします。葉山達也、いつきちゃんと夏希さんが好きだった人か、人か、多分この人ももう結婚しているんだろうな。この人たちから見れば、大学時代のことなんてすごく昔のことなのに、みんな7年もの長い間、いつきちゃんのことをずっと心配していたんだ。高校2日でめげていられない。たかだかか、高校じゃねえよ、たかだかね。まだ探す場所は残っている。悩むのはそれからでいいよな。おやすみ、いつきちゃん。はい、3日目ですね。はい、じゃあ一旦ここで休憩しましょう。はい、さあどうなんだろうな、これ見つからないのかな。どこを選んでも3つとも選ぶっていうことは見つからないのかな。どうなんだろうな。はい、一旦休憩しますね。ありがとうございました。ありがとうねー。